ね。ありがとうございます。最近はさ、漫画とか書いてくれる人も増えてさ、マジで収録とか終わった後帰り道とかでエゴさしてんの。超かなりありがとうございます。ということでですね、今日は道とか東京タワーとかそういうところで、あと富士急にもあるよね、似顔絵をね書いてもらえるお店ってあるじゃないですか。それね、思ったの、 VTuber さんさ、まだ書かれてなくない？書かれてないよね。私書かれたい。プロとかなんかそういうなんか VTuber、 私のことわかんない人に書かれたいなと思って、とわ奇跡を知らないプロの絵描きさんが、私のことを書いたら超絶美人になるんじゃないか説、より人間っぽくそちら側の世界の方になれるんじゃないかなと思いまして、すごく楽しみですね。はい、ということで行ってみましょう。釈税公園駅へ着きました。似顔絵ショップ星の子さんに行きたいと思います。楽しみです。三角三角丸三角、やっぱり三角通ってくれー。もう始まってる。ないです。そうです。初体験ですか？そうですね。どう？書いてください。書いてですね。了解しました。私とか聞いても。今まで何人くらい書いたことあるんですか？何百とかですかね。すごい。一番難しかった人とかいます？赤ちゃんでいましたね。寝ちゃうかもしれないですしね。あ、まあでもそれしょっちゅうですね。いつもどのぐらいで書くんですか？何分とか？10分15分ぐらいでお書きしてるんですけれども。私の顔書きやすいですか？書きやすいと思います。目がパッチリされてて。猫目です。あ、鼻高いの希望です。鼻高い高い。あ、了解です。後ろのなんかふよふよくっついてくるもの。ふよふよ、あ、これ、ええ、ペットです。ペット。あ、ペットなんですか？はい、可愛いでしょ。はい、名前とかあるんですか？三角です。あ、三角ちゃん。はい、三角ちゃんもちょこっとできたんで。あ、そうですよね。恥ずかしい。なかったら、この子が。なんかウェディングとかいいですね。あ、ありがとうございます。このイラスト。はい。ウェルカムコードみたいなのじゃないですか？あ、そうです、そうです。そうです。結婚したい。結婚してますか、お兄さん？あ、はい。娘がいます。何歳ですか？あ、もう今月の終わりで2歳に。かわいい。そうなんです。かわいいんです。子供好きなんですよ、かわいい。あ、そうなんですね。楽しい。ああ、しゃべりますよ。口癖とかあるんですか？いらないいらない、やだやだとかそういうのも。あ、もういやいや気もあるかもしれないですね。三角ちゃんをもうちょこっと、このアングルがいいよみたいな感じで 見ることできますか？あ、お任せでお願いします。なんかいつもかっこいい系で言われちゃってるんで、ちょっと可愛く描いてもらいたいですね。え、今三角描いてる感じですか？あ、そうです。これが色をつけていきますね。はい。早っ、早っ、楽しいよ。目の色は結構何色になるの？今日のカラコンはオレンジ系ですね。好きな色とかございますか？何か。色、虹色が好きですね、私は。虹色ですよね。どんな感じですか？美人系？可愛い系？あ、そうですね。可愛い系ですかね。黒になりましたね。あ、ですね。はい、びっくり。洗うのめんどくさくて、はいはいはい、そのまま閉めて、次使うときに水垂らして、また再利用してます。もったいないし。もったいない、そうだね、もったいない。うん。絵の具と洗剤を混ぜて、ストローでブクブクってやるのを学校でやったんですよ。ストロー食われながら、こっちが息を吹かなきゃいけないんですよ。でも私、吸っちゃって、ストローでガンガンに相対しましたね。しかもなんか、うがいとかしてもまた泡立つんですよ。だいぶ行きましたね。いや、もう時間が死んでました。素早い。手さばき。いつから映画好きなんですか？筋肉マン。ラーメンマン。あ、ラーメンマン。はい、買いました。父親にすごい褒められまして。親だけ褒められると嬉しいですよね。そうですね。なんかもう褒められて伸びるタイプ。顔はめっちゃ絵が下手なんで。あ、そうですか。何も描けないです。証拠姉さんとか。ああ、そうですか。どうやったら絵が上手くなるんですか？もう描く、とにかく描くしかないですよね。特徴とか捉えて描くって感じですか？
そうですね。似たような人とか来るときあります？ありますよ。え、ありますよ絶対、うん、あれこの人来たみたいな、ドッペルゲンガーみたいな。特にあの赤ちゃんとか。はい、3着、超大変な感じ。あー、こちらこそありがとうございました。お待たせしました。なんかめっちゃ可愛い。私、今の感じできそうなキャラクター。あ、ありがとうございます。